南町の赤松神社で200年以上続くという奉納吹き筒花火。地元の赤松煙火保存会のメンバーが10組に分かれ、花火の美しさを競い合います。10メートルほどの高さに掲げられた竹筒、豪快に花火が吹き出すとバチバチと音を立てて火の粉が降り注ぎます。その下で青年団の男性ができたん、どしたんという掛け声とともに走り回り、五穀豊穣や家内安全を祈願していました。秋の夜の境内にきらめく奉納吹き筒花火、大勢の見物客が美しい火の宴に見入っていました。